はい、どうもー。はい、どうもーはいえー、こちらですね、えー、アップガレージ札幌平岡店買い取金額、デデデデデデブーンブ,ブブブブブブ、買い取り伝票、はいいくらでしょうか、まあ。僕の予想はですね、まあ、1あ5000円になったらええなみたいな感じだったんですけど。 買取 12,、はい取り1万2500円アップガレージ、えー、平岡店、はい、平成30年8月9日買い取りデッキがですね1万円でスピーカーが、えー、2500円でした、はいまあ、スピーカー安いスピーカーだったんで、まあね、新品で1万2000か3000円だったかな4000円か。 2 0 0まあキャンペーンでちょっと安くなってたような気がなんかそのセットでなんか安いみたいな感じで多分2年前か3年前か分かんないですけど買って。ということはまあその多分デッキがねあれね4 3万9800円か3万ぐらいまあ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 じゃあ4万5000ぐらいにしましょうか4万5000でバックが1万2500円なんでうーん3万ちょっと3万ちょっとじゃあ3万ちょっと えー、23年で終わると月1000円以下1000円以下1000円以下で素晴らしい音楽ありがとう、はい、まあ本当ですねあのー、これね僕ねすぐその入れ替えたらすぐ売るんですけど入れ替えたらすぐ売るっていう,うこの前もねこの純正シートもこれ,これに変えてすぐ純正シート売って あとなんだタイヤホイールもこの前変えてまたアップガレージに売ってもう常にアップガレージに売ってるんですけどそう自分でねヤフオクで出したらもうちょっと高くねスピーカーも5000円ぐらいえ4000円ぐらいかなあのスピーカーちょっと安いんであれですけどまあ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 う、ま、ん、あ、これねこうぐるぐる回すことによってそのランニングコストっていうのはね、あのー、どん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 こう安くなりますからということで今からですね 行き先見てー、ま、とりあえずどっかで仕事ですかねであと今日ねケンジさんっていうね、えー、お客さん札幌にラーメン屋さん夜とりあえず夜今お昼15時ぐらいなんですけどまあ、夕方飯食いに行って今日泊まらせていただくと「ふとん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 !」 布団でこんなななハイテンンションってならないででしょ布団で寝れますよこれ5日間ぐらい車中泊ですからね多分とりあえず鹿児島から出てきてユニバー君と旅館に泊まっただけ旅館泊まったのホテルとか旅館もうユニバー君様まやな、はい、ということでまあちょっとねあのこれね新しくつけたやつなんですけどこれねこれこれカロツレアの C, C ですね C c モデル、はい、これ、ね、スピーカーちょっとちょっとだけ高いですね、えー、2 9000円3万ぐらいですかね、うん、で今回3万とデッキが3万5000で6万で高知に入れて8万2000円ぐらいああとねあと、ま、毎回僕ね毎回一言言うんですよ毎回一言言うんですけどこれ毎回一言お前2言多いよって話なんですけど、まあ、必ずこの買う時にすいませんちょっと お安くならないいでですすかかっていう一けけるわけですよでそうすると、まあ、ちょっと安くなりますからうんで今回もえデッキとそのねあれを買ったわけなんですけど最初8万6千いくらだったんですね「すいませんちょっと安くならないですかね」みたいに言ったら「怒りました」って電卓ビビビこれぐらいどうですかと2,000円ぐらい安くなりましたね <laughs> はいこれ一言言うか言わないかで2,000円安くなるか安くならないか2,000円あったら吉牛が 5, 4, 2, 5杯は食えるね5杯は食えるよ、ね、5, 杯生きていける5杯食えれば5日は生きていけるだよ5日の命やばないですか一言言うだけで5日間生きれるれやばいっすよねだからねこれはねちょっとねあの気まずいんですよ安くしてくれっていうのはねだけどやっぱねこの交渉技術ですか交渉交渉してねあの断られるかもしれないですけど言って言うのは無料ですから 有能は無料やからねこれは是非言った方がいいと思いますはいではですね終わりたいと思います